はいどうもお茶です。ちょっとね試したいことがあってね、今日は動画2個になると思います。多分あこの時間帯ね。ってことでね、サブキャラ最近練習してるソルをね使ってね、ちょっと試したいことあるんで、動画撮っていこうと思います。ってことで相手いないんでエントリーして待ってようと思います。はい、ということで、ね、入門の方が見つかりましたまあ仕方ないっすね、この団体ほんと人いないんでね。まあ一応自分より強いに設定してやってやるんですけど、はい。でね、見ての通りです、ね、結構戦績もボロボロです。それマジ難しくて、ほんと下手くそなんですよね。このキャラマジむずい。でもまあ、ワンボタン対空ってのはいいですけどね。タッチ系対空。けどまあ、これもあんまり信用ならないもので。3F 時代だった頃はね、まだ強かったんでしょうけど。まあでもこうやって使うと、3F 時代がちょっと頭おかしく見えますけどね。なんかどっちかといったら JP 対空とかが強いんかな、このキャラはな。これやー赤キャン？なんかコンボミスって。あ、やべえ。バッケンツーイク。あんまりレイヴンさんこっちから攻める必要ないかな。ガンフレームの時あっち困るだろうし。こんな感じで。しびれ切らした方が負けみたいな。ここはブッパっすね。いやでもそれ動かしててマジ楽しいんですよ、このキャラ。なんか回よりこっちの方性に合ってる気がする。投げ漏れっすね絶対今の。おちゃんと、おおなんだなんだ。でブッキラー D ループできるかな。あできねえ、 D ループがまだ慣れないっていう。一応トレモだとできるんですけど。あ見つった。マジドライギン使いたくなる、このこういう時使うんかい。やったーやったー。死ぬこれ。いや死なねえな。えこれ俺多分勝つよね。あーマジか。あでももう全然ありありあり。あなんかこれ配信っすか、動画的に美味しいな。これね、不意の不意っつか開幕のさ、あのなんだっけ、ライオットスタンプだっけ待って忘れた、それそれ覚えてね。ああ、見せた、これ。これ砕けるやつなんですよ、ほんとは。ああ、なんか漏れたけど、まあ、結果オーライ。コンボ忘れた。まあ、こんなんでいいや。あれ？あ、ミスった。投げかくってたくさいけど、大丈夫か？ここでブッパです。もう一回ブッパです。あざーすいや楽しいねやっぱ。まあ入門だから多分俺に何も得ないですけどね、勝ってもね。上がるとか段位上がるとかないけど、まあ段位そんな気にしてないしね、それに関しては。もう一回やってみよう。あー来ると思った。滑空見てからの方がいいな、ちゃんと。回の癖でさ、どうしても上り JK 対決やっちゃうんだよね。これファフニールの打ちどころが分かんないんだよな、毎回立ち回りで。なんかよくガンフレの後とかには打ってるんですけど、それやるとなんか意味あるんですかね。暴れ潰しなのかな、あれ。それすらも分かんないっていう。多分グリーンが簡単したらもっと美味しいコンボあるんでしょうけど、とりあえず俺ができる精一杯のコンボ。あれあれしゃがんでたらマジ崩しになんねえのこれ。 JS 嘘だ、そんなん嘘だ。うまい、それはうまい。
投げこすってたんかな、多分。投げこすってなかったら今クソうまいけど。あ、いやマジか、今投げかけてたか。難しい。暴れていた。こういう時ブリンガーなんかな。ブリンガーとダッシュブッキラで隠れんのかな。やった。うまい、しっかり見ている。これダウン取って、今のあれっすね、なんだっけ、覚醒技。パナしてくると思ったんすけど、してきませんでした。あー、早かった。何？マイピー暴れだと？来た。これバースト読んでもさ、どうすればいいかわかんねえんだよなぁ。あー、勝ちれなかった。いけるかな。これ高いような気がする。 D ループができねえよ、助けてくれ。あー、これ隠ってないのかな。お、そこで使う。あー、いけそう。オッケー、危ねえ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 。負けだと思った。ああいう時 JP 対空かな。投げこすってました。いや俺マジ地上戦が下手くそ。やってねー。それ 2S2S がすげえ強いからこれ使っていきたい。地対空じゃなくて JP 対空ができればな。バッケン立てねーつか投げー。それ使って思ったのが、ダスト短すぎるっていうのが思った。まずこれ下に殴りになるの。下に殴りとかダウン用意して、マジ。じゃあどうするの。6回じゃなくて前パンボルリボルバーかな。あれ、あ、リボルバーですね多分ね。いやでもレイブンあんま地上戦したくないんだよな、強いからさ。あんま地上戦してくんない、レイブンが。これ美味しいやつ。あー、広いね。うーん、強いからあんま空中からいけないから OK。これね、ここは危ねえ。ミスんないように普通に地獄コンでいいやっていう、まあ賢明な判断。ああ、今のタッチ系出してたらよかったけど、ここはこれです。危険が出ない。この団体のレイブンはやっぱあれだね。この団体とか、まあ慣れてないからだろうけど、慣れてないレイブンはやっぱ置き詰めボルカがかなり機能するっていう。あ、ああ
やったー。崩しにも全然なんかなってないし、ほぼ大きめガードできる。やったこれ。で赤キャン立ちシャイ、うわ繋がってねえ、甘えられた。うわこれ隠ってないのがひどいよな。バッケン飛んでも隠らねえんだもん。だって前ジャンプで飛んだら隠るらしいけど。いやー投げこすってやがる。投げこすりに対する対処法が分かんないんだよな。もったいない負け方が多い。なんだと？ん？どうした？巻きたくねー。こすってんな。金馬なったしもったいね。あーボルカ出なかった。なんだ、オッケー、これがやりたかった。ボルカ出ねー。オッケー、オッケー。なんかそれらしい勝ち方。はい、ということでね、今日の2個目の動画はこんな感じになります。では失礼します。